battle may be done, but we're not out of the woods yet. Okay, so far so good. エースを解放して即退散とは、とんだ腰抜けの集まりじゃのう、白ひげ海賊団。船長が船長、それも仕方ねえか。白ひげは所詮、千の時代の敗北者じゃけ。エース！敗北者、取り消せよ。今の言葉。So this is the first and only battle for Ace. Here we go. Okay, who wants to start with that, huh?Should be done with the first third.There you go. Shiro Hige は敗北者として死ぬ。ゴミ山の大将にはあつらえ向きじゃろ。Shiro Hige はこの時代を作った大海賊だ。この時代の名は Shiro Hige だ。ロギアじゃ言うて油断しちょりゃあせんか。お前はただの火、わしは火を焼き尽くすマグマじゃ。海賊王ゴールドロジャー、革命家ドラゴン、この二人の息子たちが義兄弟とは恐れ入ったわい。貴様らの血筋はすでに大罪だ。誰を取り逃がそうが、貴様ら兄弟だけは絶対に逃がさん。よう見ちょれ。まだ息はありそうじゃん。Oh, Luffy's pissed now. もう生きることは諦めんかい、バカタレが。カザン、パラミシアの能力でわしに勝てはせんわい。そうそう。どう戦ってもあいつに勝てねえ。流星カザン。あれを使えば。Yep.
That's what you're gonna do. Whoa. Ah, crap. Okay. Oh, wow. Really? Seal the deal. One down, one to go. やはり生かしとくわけにはいかん。ドラゴンの息子。Okay. Again, this is easy mode. Quick enough to beat him. So.Took me the longest time on normal, so here we go. Final third. Oh crap! Wow, I just wasted a Musou on that.Gun it! Alright. Ow! Okay, normal doesn't damage you much. Just for the heck of it.Ow, ow, ow, ow! Okay. That didn't go the way I planned it to go. Oh, crap. Oh, wow. But thank you. Got my first Musou set. Okay, halfway through that.I nearly didn't make it. Yeah, this will do it. Wow. There you go! Ooh, alright. Here's one kick for you. See you later!
as they say, is that? Gee, I wonder. Time to end this now! See ya! Woo! Haha! He can't stand that, I can tell you that! Yatta na! And there you go! Oh, this again, huh? It's been a while, hasn't it? Oh, the ASS. Don't even think of going there, folks. And with that, that's a wrap for One Piece Pirate Warriors. Although the end... Luffy. Not what I want to go for.誰か手当てしてくれ。エースを助けてくれ。無駄だ。自分の命の終わりくらい分かる。もう持たねえ。だから聞けよルフィ。何言ってんだエース。死ぬのか。約束したじゃねえかよ。お前絶対死なねえって。そうだな。お前みてえな世話の焼ける弟がいなきゃ、俺は生きようとも思わなかった。誰もそれを望まねえんだ。仕方ねえ。心残りは一つある。お前の夢の果てを見れねえことだ。だけどお前なら必ずやれる。俺の弟だ。昔誓い合った通り、俺の人生には悔いはない。嘘だ。嘘つけ。嘘じゃねえ。俺が本当に欲しかったものはどうやら名声なんかじゃなかったんだ。俺は生まれてきてもよかったのか。欲しかったのはその答えだった。もう思いも出ねえ。ルフィ、俺がこれから言う言葉をお前後からみんなに伝えてくれ。親父、みんな、そしてルフィ。今日までこんなどうしようもねえ俺を、鬼の血を引くこの俺を、愛してくれてありがとう。Even though the Marines ends here.
Ace pretty much sacrificed right there. Yeah, I'm keeping this one. Let's see, new coin. Downgraded. I'll take that. So this is the new coin, okay. Probably this one. Got the Robin coin. So like I said before, this is the last one, but not really the way I want to end it, because you know, it's on easy. Probably the only time I'm doing it on easy. But as they all say, that's a wrap. 白ひげ エドワード・ニューゲートは海軍の追撃を一手に引き受けて戦い続けたが、突如現れた黒ひげ海賊団の集中攻撃を浴びてついに力尽きた。ワンピースは実在する。最後にそう言い放ち、立ったまま絶命した白ひげの背中には一つの逃げ傷も残されてはいなかったという。その後、白ひげを討ち取った黒ひげマーシャル D ティーチは謎の特異体質によって白ひげからグラグラの実の能力を吸収、マリンフォードを沈めようと暴れ出す。一方で海軍の三大将は攻撃の手を緩めることなく、ルフィを逃がそうとする海賊たちに襲いかかる。泥沼と化した戦場にやがて一隻の海賊船が現れた。それはかつて少年だったルフィに麦わら帽子を預けた男、赤髪のシャンクスの船だった。新世界に君臨する四皇の一人シャンクスの突然の介入により、黒ひげ海賊団は撤退を余儀なくされ、海軍本部元帥戦国もこれ以上戦い続けることの無益を悟り、全軍に終戦を宣言。かくして大海賊時代が始まって以来最大の戦いとなったマリンフォード頂上戦争はここに幕を閉じた。ジンベエらの尽力によって戦場を脱していたルフィは昏睡状態に陥りながらも一命を取り留め、再び尿ヶ島にかくまわれる。しかし目覚めてもなおエースを失った悲しみから立ち直れず、ルフィは苦悶し続けていた。何が海賊王だ。俺は弱い。何一つ守れねえ。ルフィ君、向こうへ行け。一人にしてくれ。そういうわけにもいかん。これ以上自分を傷つけるお前さんを見ちゃおれん。俺の体だ、勝手だろ。ならばエースさんの体も本人のもの、彼が死ぬのも彼の勝手じゃ。お前黙れ。次何か言ったらぶっ飛ばすぞ。それで気が済むならやってみ。もう何も見えんのか。お前にはどんな壁も乗り越えられると思っておった自信、疑うこともなかった己の強さ、それらを無情に打ち砕く手も足も出ぬ敵の数々、この海での道しるべじゃった兄、なくしたものは多かろう。世界という巨大な壁を前に次々と目の前を覆われておる。それでは一向に前は見えん。後悔と自責の闇に飲み込まれておる。今は辛かろうがルフィ、それらを押し殺せ。失ったものばかり数えるな。ないものはない。確認せ、お前にまだ残っておるものは何じゃ。
集合場所があるんだよ。行かなきゃ。すぐ開いて。あいつらに開いてよ。おお、ルフィ君、早速会えてよかった。チェリノさん、なんでこんなとこにいるんだ。俺今からシャボンディ諸島に行くつもりだったんだ。みんなは。いや、まだ集まってはおらんだろう。俺仲間に会いてんだ。本当にそれでいいのか。あの島で君たちの身に何が起きた。繰り返すためにまた集まる気か。私から一つ提案がある。乗るかそるかはもちろん君が決めろ。麦わらのルフィが生きていた。また海軍本部に乗り込んだんだって。一体何が目的でこんなことを。ああ、そうか、分かったぞ。了解。そうか、ルフィ。分かった、分かったぞ、ルフィ。人の気も知らないで、勝手なんだから。なるほど。ああ、そういう感じに。集合は3日後じゃなく2年後。立ち止まって力をつけるんだ。そしてまた必ず集結する。2年後にシャボンディ諸島で。And with that, folks, that is the conclusion of One Piece Pirate Warriors. Hope you guys enjoyed the ride as much as I have. I know I did. And on we go to the next game. I cannot wait to get my hands on Pirate Warriors 3 as soon as I get a PlayStation 4. And in case you have not heard, as of today, another collaboration game is coming to the West. Actually, as of this recording, it came out just recently in Japan. It's called Dragon Quest Heroes. It's an action RPG from the same guys that did pretty much this game. So it's going to come out sometime later this year. I'm planning on picking that up as well as soon as I get a PlayStation 4, like I mentioned. Yeah, cannot wait to do part 3. Until then, as soon as I get a PlayStation 4, going to do the sequel that's coming your way next. Again, hope you guys enjoyed. Thanks a lot for watching. As always, if you like any of the videos here, comment, like, and subscribe. Follow me on Twitter at AnimeGamers75. I'll leave you here with the credits. Until then, take care and God bless. I'll see you later.
っとっと急げルフィ